いたしませんか。お目が効きますね。恐れながら数が足りませんね。では。素晴らしい品です。ここで良い知らせをお待ちしています。お侍、お頼みしたいことが。政子殿はご子息を連れて大御子へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。お侍、お頼みしたいことが。どうした。私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならば、すぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。
よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクスシを志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはね。尋常に勝負。さあ侍の輪。いやいや、うん、生きてくれ。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。斬らねば民が死んでおったぞ。賊といえどもまずは話し合うべきです。話し合うだと。それならばなぜ俺を頼った。お許しを。私は治すことしか知らぬに太刀は持てません。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クスシに知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ。俺が取ってこよう。
苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに？ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。一番手は誰だ？Jacinta. Get
こちらです。半魚はあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかし、あなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが、毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半魚さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。慎重に勝負。これ騎士何本業務。
酒井様。賢治、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに。あなたの仲間だと知られてからどこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。無敵君、タルキンたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バステル・モリガフ。待て待て、あれは見よ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァッ、モルビグニッボルソン。開いた。堪忍して、ミヨ、おい。まさかうまくいくとはな。ネギョムハッシンタ。ヤギョムハッシモ。おい、不動くさ。うお。ダイブ。うっ。いっちゃ。これさ。
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつがまいた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。またできるぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。2隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう、船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。おい、アルボジプシー、おっと、
チンハルを。マキに違いない。逃がしてやる。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んで。死んで当然だ。ええ。夢を見ているようで。行ってこい。どうした？こっちなぶ。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。
実は一つだけ猛虎に感謝してることがある。どんな鎧でも結構です。助かった。さあ、うちの道具を見ていってください。恐れながら数が足りませんね。あなたのご武運を願ってます。戦が終わった後のコーラで二人の人が侍を担いでるのみたいな。本当か？間違いない。小屋から飛び降りたと思った。役立つものばかりです。戻ったね。もし太刀のお手入れをいたしませんか。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。いつでもお越しください。